ということで、まあでも3・11前の岩井島って大変で、あれ2月の20か21だったんだけそうですど、ね、600人のはい、機動隊じゃなく、まあ一応警備員の人たちはい、ですよね、それ見てました、僕。あ、そうですか。そのあ、時言っては、ました。その時アメリカにいたんですけど、ああ、中継で見中て継たしてんまでしすたよよね。ね。はい。で、まあ、鎌中さんあそこに飛んでいって、で、おばちゃんが潰されてとか、ですごい緊迫した雰囲気で、で僕もあのあと、ビデオニュース .com の神保さん連れて1週間ほど後に行ってとか、まあすごくもう岩島うわーという感じでしたけど、そうですね、はい。そういった中で3.11が起きて、はい。まあガラッといろんなものが変わって、で、もともとその真吾通さんがこの分野になんか、まあ、関心持って入ってこられたのが坂本龍一さんの「ストップ6カ所」っていうそう話でだっす、たんですはけい。ど、そこら辺を少そうですし。ね、2006年の本当に春に、まあ、それまでに少しだけ交流があったんですけど、まだちゃんと一緒に、まあ、そこまで交流がない時点でですね、2006年に、まあ、ストップ6カ所という運動をやりたいんだけれど、興味ありますかって、まあ、お誘いがあったんですね。それで、本当に詳しいことはそこまで分からずに、まあ、もちろん環境のためということでですね、その触れ込みが、そのキャッチが、まあ、夏には本格稼働して、その時には100基分の、まあ、100日分の放射能1日で出してしまうような処理場ができるということで、もちろんやりますって言ったんですが、その時は音楽のプロジェクトだったので、まあ、自分はまあラップをするので、ストップ6箇所のテーマ、6箇所で曲を書きますって、まあ、もちろん歌詞も書いて、そのためにやっぱり調べるじゃないですか、どういうことが行われるのか。で、まあ、その音楽プロジェクトは一つ、まあ、完結したんですけれども、自分はそのプロジェクトをまた自分のオーディエンスに紹介する際に、まあ、これはどういう問題かっていうのをやっぱり説明しなきゃいけないわけですね。そうすると、やはり再処理の、問題というと、まあ、簡略化してますけど、何が起きうるのか、どういう施設なのかということを考えたときに、まあ、原子力発電所から出てくる燃料を扱っているわけですから、じゃあその原子力発電所はどういうところなんだっていうところが始まって、自分も調べ始めたんですね。はい、それがきっかけです。その最初の集大成が「僕と書く」っていうサイトのはい、2006っていそううですね。やつですよね。はい、はい、あれはいやずっと見てて、なんか我々はなんかもうこう最前線でやってると入り口をすっ飛ばしてここだけ議論しちゃうんですけど、はい。「僕と書く」というまとめはすごく本当に何も知らない学生が素直に一から入っていっはて問題が分かるようになっていって、まあすごい素晴らしいテキストだなというふうに思いますけい。ありがとうございます。はい。まあ、その時はですね、やっぱりその2006年のその時に、その時にやらないとダメだっていう、一種の使命感があって、まあ、その時に書けることは書いたんですけれども、やはりその核の燃料がダメだっていうことはやっぱり遡っていかないそと、うですね。まずその時はやっぱり原子が何だっていうところから始めてですね、最終的にはこういう内部被曝とはこういうことが言われていて、まあ、日本のまあ統計はこうなっているっていうまあ現状を紹介したんですね。はまあ、もともと真吾通さんは、UC バークレーの電気工学科ってさっきそうですね、まあ、厳し密て、に言うと電気工学とコンピューターサイエンスっていうダブルメジャーみたいな感じで、はい、まあ、ズブズブの理系なんですけれども、まあ、自分はその在学中に音楽を始めたので、すごく、まあ、文系の単位とかもすごく興味があって、昔の日本の文学とか取ったり、そういう、まあ、ものを調べたりするのが好きだったんですよね。まあ、バークレーっていう街が僕もたまに遊ぶ、たまに本当に最近はもうめったに行かないけど、なんか90年代とかはこういろいろ遊びに行く中で、
その再生可能エネルギー、自然エネルギーを進めるオルタナティブ系の人とか、うん、まあ、原子力反原発運動なんかでもすごく中心的な場所で、そのアメリカ全体というかある意味世界全体の中でもカリフォルニア、さらにバークレーっていうのはある種特別な場所を、今でも割となんかすごく雰囲気ありますよね。そうですね、まあすごく開放的で、リベラルな雰囲気もあるんですけど、同時に原子力、もちろんマンハッタン計画の時代から非常に原子力、まあ、物理学の観点からもそうですし、そのエネルギーとか軍事の方にもすごく関わっていて、そういう研究所も運営している巨大な施設なんですね。ですから、まあ、いろんなことを、まあ、学ぶにはすごくいい、リソースでもあるので、まあ、自分もその311が2011年に起きた直後は、まあ、自分は今ロサンゼルスに住んでるんですけど、もう一回ベイエリアに戻ってですね、それでもちろん図書館も行きましたし、そのできる範囲でですね、その科学者にインタビューしに行ったり、それでレポートもまた作り始めたんですね。それがようやく、まあ、今月1年かけて、新しいレポートを出したばかりなんですけど、それが僕と書くって同じサイトの2012っていうやつですよね。はい、それも飯田さんに紹介していただいて。いやいや、僕なんか恐縮というか、全然すごく実際にそういうね、専門の方たちにも目を通してもらって、まあ、すごく形にしてよかったなっていうのが、まあ僕の本音なんですね。もちろん内容も紹介とかまとめに過ぎないかもしれないんですけれども、まあ、自分が大事だと思うのをピックアップしてるわけであって、同時に若い人たちに読んでほしいっていうのがすごく僕のメッセージなので、まず理解するしないとか、以前にそういう内容があるっていうことを知ってほしいんですね。そうですね、はい、それが今までに学術的に埋もれてきたこと、その歴史的に問題とされてきたこともかなりアンダーグラウンドにあったりですね、その反面、例えば細胞学とか遺伝子学ですごく進んでいる、はいはいはい、まあゲームで言えばですね、任天堂の Wii ぐらい進んでいるものが被爆の許容地になるとファミコンで止まってる部分っていうのがあって、そのギャップが何なんだっていうところで議論が起きてたりするわけですよね、ことに内部被爆については、だからそういうところでもう少し何が問題なのか、何が原理でこういう、遺伝子の影響があるのかっていうところを説明しないと、その程度の部分だけで言い争ってる印象がすごく強いんですね。そうですよね。だからこの職員にしても外勤にしても、はいはいはい、そこが曖昧なのに不安だの危ないだのっていうところがあって、そうですよね。結局なんか100ミリシーベルト以下はもう全く影響ないんだと、むしろ健康に良くなるんだっていう一方になんか極論があり、はい、でまあ、一方はとにかく不安だっていう、まあ、そういう中でその、まあ、入り口がまずその非常に分かりやすい基礎のところからこう入っていって、で、まあ、全体の見取り図がはっきりあって、でしっかりとこう一応今一番なんていうかこう新しく分かっている知見とかもこう整理してあってですね、はい、すごく全体の特に低線量被爆に関してここまで入り口が入りやすくて奥深くまで入ってるというのはなんかすごいなと自分でもこんなに全然理解してないというか書けないなと思いましたけど、 あとそのインフォグラフっていう、インフォメーションそのグラフィックのね、足した造語ですけど、そういうのがもう、まあ、すごく一般になってきてですね、はい、それをうまく活用することによって、まあ、視覚的に整理するっていうこともすごく大事だなと。あれもそうですね、分かりやすいですよね、はい、その統計で薄まるとここで被爆したのがこう薄まって見えなくなるとか、はい、そうですよね、すごく視覚的に分かりやすくて、はい、そういうところから、アピールしていくことも大事なんじゃないかなと、はい、だから一つはなんか高木仁三郎さんがその亡くなる数年前からこう市民科学というのをずっと言ってこられて、まあ、実際にその方向性で活動されてきた方が、まあ、どんどん増えてきているというかですね、関心持たれていて、もうなんか慎吾通さんの活動まさに市民科学そのものだなっていうふうに、まあ、思ったのが一つと、
その市民科学だけではなくて、なんていうか、もともとその現代社会っていうのはどんどん複雑化して、いっている中で、そのなんか思い込みとかファクトとか科学とか論理を無視して、うんうんうん、単に二極で議論するんじゃなくて、うんうんうん、やっぱりしっかりとベースを議論しながら、その先には確かにまだ詰め切れない不確実性はしっかり残るんだけども、はいはい、でもそういったところまで洗い出して、あとはそのそこから先を判断するのは予防原則とか、はい、まあはい、まあ、価値観とか経済合理性とかを、はい、リスクの管理とか、まあ、ですね、突きつけ合わせながらその先で見ていくっていう、まあ、ある種の、もう基本的な社会のなんか進め方のなんとかこうベースの情報の整理の仕方としてすごくお手本のよう な, なんか、はい、ものだなっていうふうに思ったんですね、はい、やっぱりそのおっしゃったようにその二極の、議論があり、その中のグラデーションがあるわけじゃないですか、はい、でも僕の印象ですとやっぱりそのグラデーションが並行して何本も何本もあるわけですよね、例えばその被害と免疫、そ、その経済の利害関係であったり、 そのじゃあリスクはある、うん、ないにせよそのどこまでを許すのかって、本当に白黒じゃないものが何本も何本もあるわけですから、それをどこで合わせていくのか、はいはい、またいでいくのか、斜めに切り取るのかっていうところで、あの全く違うグラデーションを喋ってる人が話し合っても通じないわけですよ ね, ですよね、次元が、うん、話してる次元が違うから、はい、だからそこで憤りを感じてる方もいっぱいいると思うんですね、うんうん、そういうとこももうちょっと、うん、あのなんていうんですか、整理していかないと、あのやっぱ時間はどんどん過ぎていくわけですから、うん、はい、その、まあ、さっきのミーティングでその、ね、理想と現実を、はい、あの折り合いをつけるっていう話ですけど、実際に 今僕らがレポートで書いてることとか、はいはい、紹介してる内容はその事故が起きても起きなくてもすべき内容だったわけ で、ね、今2011年12年っていうのは、うん、起きてしまった現実とも折り合いをつけていかなきゃいけないっていう、うん、ね、その緊急事態の後ですよね、はいはい、長い目で見ても、はい、本当に難しい問題として、うん、なんていうんですか、もうタックルしなきゃいけないっていう、はい、そういうあの態度で、うん、あの頑張っていかないといけないと思うんですね、そんなあんまり悠長に考えるべきじゃないと思うんです。はい、本当はエネルギー政策にしろ、こう全ての同じエネルギー政策でも全ての分野を同じようにこう整理して、多様な軸のスペクトルを出し合いながら議論しなきゃいけないんですけど、まあ、実際にはそういうことができている研究者、あるいは官僚政治家も日本では今のところ皆無に近くてですね、でそこはまあ本当にこの社会をもう一段進めていく非常に大きな課題だなというふうに思いますね。そうですね、そこはやはり、うん、まあ、時代も、はい、性もやっぱり背中を押してくれてるというか、うん、実際にそういう他の国ではこういう例があるとか、本だったりインターネットだったりで、どん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 縦じゃなくても横でどんどんつながっていける時代なので、そこをもっと積極的にやっていくだけで本当に変わると思うんですよ。そうですね、今までやっぱりメジャーなテレビだったり、はい、そういう誰々が言ったとか、うん、そういうことでないと誰も耳気もしなかったことが、うん、やっぱりその今回の災害をきっかけにすごくみんな変わったと思うんですね、メディアに対する考え方、情報に対する考え方、うん、もちろん行ったり来たり間違いを犯したり、デマが流れたりって、そういうのもひっくるめてですね、みんなすごく勉強していると思うんですよ、うん、やっぱり距離を置いてみたりとかも、うん、含めて実際に自分の親なんかも本当にそれでコロッと変わりましたし、あ、そうですか、起きた直後とか大丈夫大丈夫テレビはこう言ってるからって言ってたのが、もう最近になったらそんなの誰も信じてないわよとかもう本当にこんな感じなんですよね、はあ、こっちが力抜けるくらいに、だけどうちの親の世代でもそのくらいの学習能力というか、うん、それだけまだフレキシビリティがあるっていうのはすごく逆にホッとしますし、まあ、実際にね口でどう言ってようとみんな様子見てるっていうことには変わりないので、いつそのまたぐかみたいな情報を ね、うん、なんか我々も
そういうの聞くとなんか勇気を与えてもらうというかね、しっかりとそういうアプローチを続けていくと、いやそれもちろんその僕もまだまだ不勉強ですけど、飯田さんのやっているあの活動というかそのアプローチの仕方が実際にあの違うんだよ、実はこういうあのインフォメーションがあってっていう、そのただね反対するだけじゃなくてっていうのがすごく説得力が高いと思うんですね。それはどこの国に行っても通用するやり方じゃないですか、やっぱそれは。ね、まあ、新しい日本のなんていうかこう政策というか物事を、まあ、社会をこう自分たちの社会を自分たちで収めていくなんかやり方っていうのをこう自分たちで作っていかなきゃっていう、ね、そこはどうですか、いわゆる国際的に、ええ、あの通用する、まあ、議論の仕方、新しいアイデア取り入れ方、はい、取り入れ方とかをどうやってもうちょっと日本に導入させるかっていうのはどういうふうに考えてますか。いやそこはですね、あのもう本当に試行錯誤というか模索しかなくてですね、うん、まずその、国のレベルはもうこのほとんど20年間、いろんな形で格闘してきて、まあ、本当に壁が分厚いということですね。その20年前に市民フォーラム2001っていうそのリオサミットの後にその政策から対立から対話へっていうキーワードのもとで政策提言型の NPO が初めて生まれて、僕はそこから参加し始めたんですけど、まあ、その頃はまあなんていうか国という壮大なるブロックがあって、それに対して NGO はもうなんか外でこう外野で石を投げてるだけっていう感じ、うんうんうん、はい、で、まあ、環境省の役人と話ができるだけでもわあすごいというような、でそれが、だんだん97年に京都会議があって、98年に、まあ、ちょうど僕はその間スウェーデンに戻ってきて、で福島みずほさんが国会議員になって、で、まあ、ついに国会議員を自分たちのなんか仲間から出せたというか、でその時に議員秘書もいっぱいその京都会議の時に頑張って NGO の人たちがみんな今日国会議員の秘書になって、それでじゃあ福島さん法律作ろうって言って自然エネルギー促進法を作って、あのそれでなんかこうガガガッとその時は非常にいろんなことがうまくいって議員連盟ができて、あと一歩で変わるかもしれないと。で僕もちょうどその時に経産省に審議会の委員に突っ込まれて審議会の委員という立場もやって、でかなりなんか奥の院に入れたつもりだったんですけども、結局はあの全部こう跳ね返されてですね、で、その後今度は民主党がまあ政権を取って、まあ、それよりストップ6カ所の前 その河野太郎さんたちと経産省の役人と6カ所を止めるっていうのがストップ6カ所の前の2004年から5年にバトルがあったんですけど、経産省が止めようとしても止まらないのかっていういやこの国の奥深さを見てですね、でさらにこの民主党が政権取って官邸の中にそれこそ福山さんだとか、まあ、岡田さんとか、まあ、携帯メールで辻元清美さんとかもそうですけど、携帯メールで連絡取れる人間が官邸の中にいるという状況になってもなかなか変わらないというかですね、うん、というところまでして今日まで来ていてですね、まあその国を取り巻く全体のシステムの分厚さというものを、まあ、そっちだけを見ると非常にあの分厚くて、で、まあ、この間あった議論も京都会議というか京都会議というか地球温暖化対策をめぐっても、まあそのまあ、単調な二項対立の議論にマスメディアなんかをするとあっという間になっちゃうわけですよね。だからそういう部分に対してなかなかもちろんそこでもしっかりやっていかなきゃいけないし、今それが大きく崩れようとしてるし崩さなきゃいけないんですけど、まあ、一方で例えば東京都でも同時に10年間やってきたことは、まあ、東京都はあの中で大野さんって今環境局長やってる人を中心に、政策形成はそれなりにヨーロッパ水準のことが、うん、最初は小さかったんですけどすごくこうできてきていて、でまあ、日本もこう真っ当な場所を作ればそれなりのきちんとした政策形成ができるようになるんだなと、やっぱ役人の人もこう
あの方向性の向かせ方次第で、それから佐藤栄作さんが福島県知事だった時に、まあ私も最初に呼ばれて、あのあそこもその役人を10年ぐらい人事異動させずに徹底的に勉強させて、うんうん、もう国の役人よりはるかにレベルの高い原子力政策のこう勉強をして、背筋の伸びた役人とか何人も育っていてですね、うん、だからその日本の中でこう吐き溜めの鶴のようなですね、あの政策が議論できる場所っていうのがポツポツとあの、この10年間の中にはあったので、でまあ、今国全体が大きく変わる中で、まあ、そういうその自分たちのこうなんていうか、力でその新しい知を生み出しながら、まあ、しっかりときちんとしたベースを共有しながら新しい知を生み出しながら、まあ、そういうことがやっていけるその土台というか素地というのはどこでも生まれうる可能性はもう今やあるんじゃないかと。まだ日本全体を見てもまだまだ弱々しいんですけど、うんうんうん、まあ大きく変わる、やっぱそういう議論に参加したいっていう人はものすごく増えてますよね。そうですよね、うん、だからそれが、まあ、自分らの行っている議論であったり、まあ、デモンストレーションだったりがどのように反映されるのかっていうその糸口を探してるっていうのがみんなの本音だと思うんですけど、それをまあしっかりと形にしていくような場作りというかですね、まあ、その中で、まあ、一つこう今一つのフォーカルポイントというかは、まあ、今大阪の橋本さんのところですね、うん、あの再稼働を止めるか止めないかとか、脱原発条例を作ろうとかというのが、まあ、一つ古賀さんとかそういった人たちも集まって一緒に上田さんとか大島さんとかですね、まあ、そういう場所も一つの今同時代的なチャレンジの一つとしてですね、まあ、ここ数ヶ月ですけども、まあ、一つ何か結果が出る可能性があるかなとかですね、はい、でもその、まあ、例えば、はい、まあ、自分がいろんな人の話を聞いたりして、受けた印象はですね、やっぱりそれだけの人々の意見を集めるわけじゃないですか、まあ、そういう集まりだったり、はいはい、あるいは署名だったり、うん、それでこうやって一つの点に集めて、その点が結局そのもっとさらに大きいシステムのもう底辺でストックしちゃってるんですよね、はいはい、このせっかくピラミッドを作り上げてるのに、だからそういうフラストレーションがやはりどんどん高まっている中、その先ほどの、うん、まあ、ちょっとミーティングでも話があったように、はいはいはい、まあ、そういう議員さんとか、うん、そういう法律だとかを変えるとか、うん、条例を作る以前にもっと自治体とか地域でもう実践して、うん、その、うん、どんどん例を作ってしまうってことが、同時にもちろんそっちの変革も非常に大事だと思いますし、はいはいはい、そういう自分たちの信頼のおける議員さんを見つけたり投票したりっていうのももちろん必要なんですけど、逆にそこを完全にやめちゃったら怖いんですけど、うん、自分たちの実例を作っていったり、その活性化させていける部分っていうのをどんどんみんなに広めていくっていうのもすごく大事だと思うんですね。まあ、それも今両輪で動かしていて、はい、だからそれをもっとみんなに伝える、そうですね、作業をみんなで、うん、やっていきたいなと思いますね。そうですね、こういうことがすでに起きてるよっていうノウハウとか情報とかをみんなで共有していって、はいはい、まあ、まあ、自然エネルギーは割と小さなスケールで自分たちの力でこう実現しやすいので、うん、省エネルギーもそうなんですけど、まあ、それをその単に自分の屋根に太陽光をつけたよっていうんじゃなくて、うん、地域の中でみんなで話し合いながらこう普及させていくためのなんかビジネスモデルというよりもソーシャルモデルみたいなものをみんなで作り上げて、うん、でそれで実行していってどんどん進んでいくという部分と、そこにじゃあそれをさらに加速させるための地域独自のルール作りっていうことをまた地方自治体でも一緒に作っていくということが、そういうことインターネットは、そういう方に適しているツールだと思いますし、うんうん、みんながちょっとの時間、ちょっとのエネルギー、はいはい、ちょっとの、ね、うん、マニュアルとか勉強でも、うん、みんなでそれを集めたらより大きな力になるよっていう、うん、こういう
アンプリファイ、ね、増大していかなきゃいけないですね、はいはいはい、イメージとしては。こうやってどんどんちっちゃくしていって、最後は線香花みたいにポンって落ちちゃうんじゃなくて、もっと打ち上げていかなきゃいけないと思うんですね、そのエネルギーを。そうすると、あのみんな参加しやすいですし、全く同じようなイメージですね。やっぱり、あの電気工学とコンピューターサイエンスを学んでやってるから。でもそれが、まあ、実際に僕が、あの、まあ、住んでた地域とか、あのみんな意見言うのが当たり前っていう社会で、あの実際にね、あのそれが変わる変わらないとか、そういうあのそれを先に見越してのことじゃなくて、変わらなくったって、あのまあ自分はよく政治より正義だって言ってるんですけど、自分が正義だと思ったことは無駄なことなんて絶対なくって、そのちっちゃな前例を作っただけでも誰かがまた次拾ってくれるかもしれないし、その分また自分がも時間経ってそれが役に立つこともあるわけですね。そうですね。で僕がそれこそその2006年に再処理工場が止まる、どうせ止まらないだろうってダメ元でやってたわけですけど、結果その間もう十何回延期になって未だに動いてないなんていうのは誰も予想できなかったですし、そうですね、僕もその当時なんでこんなことやってんだろうと思って作ったレポートも、また去年になって多くの方が読んでくれたりとか、本当に予測できない部分ってやっぱあるんですね。だからそういうところでちょっとでもいいから、そうですね、みんなが参加できる場をどんどん提供していけたらなって思ってるんですね、っていうかそのぐらいの危機感を持って、やっぱみんながどんどんあの希望を失っていったりっていうのが現状だと思うんです、はい、この、はい、いろんな問題が同時進行している中で、僕はあの今年に入ってですね、あのまた友達 の、あの写真家なんですけど、はい、その放射能の汚染をフィルムに焼き付けるっていう武田新平さんっていうアーティストのプロジェクトで、まあ千葉、茨城、通って福島、はいはいはい、仙台いろいろ回ったんですね、飯舘村の方も行きましたし、それ実際に、そう感じてどれぐらいの汚染があったかっていうのは、それで本当にもう何とも表現しがたい、その長期的な話として、実際に東京から遠いと思いましたし、福島まで車で行って、これは本当にもう隔離された現実だなって思ったんですね。そこでいかにみんなまだあの世界から日本ではどうなるかっていうふうに思われてますけど、この東京に今いてもどん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 変わっていって、そのなんていうんですか、風評と同じぐらいに風化していくっていう問題が本当にあると思うんですけど、どう思いますか？そうですね、まあ本当にそこ今特にやっぱり福島では一応今なんだ、県の政策としてはみんなこう今県庁そのものは今一つどうか分かんないんだけど、あの県の自然エネルギー委員会では一応自然 100% なんかこの前決議したんですね、大雲委員に入って。で問題はそれをこうどうまた地面にっていうか現実にしていくかっていうところの回路をどう作るかというところで、まあまだちゃんと僕自身も動けてないんですけど、南総務の桜井さんのところで今本当に国と大企業、復興特需とかで何百億っていうお金が行きそうで、でもそれはほっとくとですね、多分大企業の外側開発になっちゃいそうなので、だから今桜井さんと話をしてるのは、それをこうコミュニティパワーっていうですね、地域のボトムアップで地域の参加型でやっていくような枠組みにちゃんと組み替えていこうっていうのので、多分南相馬っていうのはこうなんかすごく引き裂かれていて、で、この前韓国から来たチェ・ヨルさんとかも、じゃあそこに、あそこ今環境未来都市を作るっていう構想があるんですけど、南相馬に。でもこれは大企業プロジェクトなんですよ。でもそのいきなりその宙に浮いたような環境未来都市を作るよりも、みんながそこにメモリアルに集えるなんかものをこう作った方がいいんじゃないかと、先にですね、広島の平和の像のようなものを集って、来年の3月11日に、みんなそこで改めて集まって、
まあ、これからの未来づくりのような場所も作っていこうというような、こう、まあ、あの桜井市長のリーダーシップの中でなんとかこう、外からの開発を内から未来志向のものに変えていくようなことですね、うん、現実に始めれるといいなというふうに思ってるんですよね。あ、はい、うん、なんかもしそれが実現したらぜひまたそこに新宇宙さんとか坂本龍一さんとかも来て、なんか黒田清太郎さんとかあの韓国の人間国宝の人たちに来て、そこでライブアートでその像の最初の形を作ろうとか、うんうん、でそういったところでチンコの歌とかなんか やったりとかですね、そういったところからなんか街づくりとかも、あと自然エネルギーそのものは我々がこうちゃんと地域作家だから作るとかですね、はいはい、やっぱそのアメリカにいても、うんうん、みんな口を揃えるっていうのがどうなってんのっていう、うん、ところでですね、もうニュースで全然見ないんだけどっていう、うんうん、ことをよく言われるんですが、どういう情報を、まあ、福島もそうですけど、うん、まあ、日本の政策とかはどういうことを外国に、まあ、メッセージも含めて発信していきたいと思ってますか。日本の政策はもう本当に明日もまた国の政策の議論があって、はい、今それを突き返しそうとしてるんですけど、事務局がこれまで散々議論してきてもうダメだっていうのに明日出そうとしてる提案は原発ゼロがオプション1つで残り4つ5つのオプションを出すんだけど、残り4つは原発維持拡大なんですね、うん、なんか何なんだこれはっていう、うん、だから、まあ、今のままだと国としてのメッセージはすごくあのまともなものが出そうにないという感じなので、まあ私が一人で政策を書き換えれるんであれば、やっぱりその日本のエネルギー政策はもう完全にリセットしてパラダイム変えて、まあこれまでのトップダウンのようなもう産業界五層先端地域独占原子力っていう部分をもう完全に、逆のパラダイムということですね。自然エネルギーと省エネルギーを中心にボトムアップで地域主権地域自立型ネットワーク型でっていう、でまあ、そういう方向性に一からも組み替えていくっていうようなメッセージを、まあ、本当は出せるといいんですけど、原子力もできるだけその社会全体の中で合意できるペースで、はい、もちろん即座でもあと、1ヶ月でゼロになっちゃいますから、はい、まあはい、それも画期的というか、画期的ですよね、僕としては、ね、本当に驚きなんですけど、それだけ実際に、うん、あの原子力を推進する力がまあ残っているんだったら、どうしてこれほどまでもうほとんどゼロに行き着くまでになっているのか自体、信じがたいと思っているんですが、その辺はどうですか。これはあの進める側のなんていうか適質というか、まともなやり方をやってこなかったので自分で転んでいるという部分と、やはりその分厚い世論を背景に、まあ、地域その原発立地の地域の人たちもさすがにあの軽々にゴーサインかけれないというとの組み合わせだと思うんですね、うん、であのまず世論はもう 80% の人が時期の差はあっても原子力をなくしていこうという部分に、あとはまあ新潟の知事だとかあの福井の知事ですらせめて新しい安全基準を作ってからというふうに言っているので、それなりに皆さん筋の通ったことを言っているの で、それに対して進める側がその何ていうかまともなことをまるでやっていないので、それこそ福井の西川知事とか割と低いハードルしか出してないんですけど、それすら超えれない。いや、どういうことですか具体的に。例えば新しい基準をせめて暫定でもいいから作ってからといってもそれ作ってないですよね、安全基準で。結局保安院原子力安全保安院はもう事故が起きたその直後からなんか再稼働に向かって何かこう、まあ顔なしか灰色の男みたいにひたすら再稼働に突っ走って、うんうん、でまず去年の、まだ菅さんが首相だった頃にそのいわゆるやらせの問題とかが
はい、豊毛宮殿を中心にこう吹き上がってきて、はい、でそれで一旦なんか冷や水かけられて、でそこにストレステストという、まあ、こう追加的な、しかしまああまり根拠のない、追加宿題があって、じゃあストレステストを満足すればいいんだろうって言って、今度はそこだけ突っ走り始めてですね。じゃあズバリ6ヶ月後はどうなってると思いますか？微妙ですけど、まあ、普通に考えれば6ヶ月後この夏もですね、原発なしでの状態が続いているというふうに思いますね。そうですか。でもそれで実際にまたそれが、うん、証明されたらですね、一応今まではなければ無理ということになってたので、はい、またさらに拍車がかかると思うんですけど、そんだったら無理やりね再稼働しなくてもいいんじゃないかっていう、まあ、というのも逆にないと無理っていう、うん、意見の説得力がどんどん減っているわけじゃないですか、はいはいはい、結局まずこの夏を越すと原発がないと電気が足りないという一番こう入り口の表面にある嘘はなくなるんですね、はい、でそうするともうちょっと本音がむき出しになって、第2の次の層にあるのは電力会社のお金が足りなくなると、はい、だから電気料金値上げしなきゃいけないという次の層が出てくるんですね、はいはい、で、まあ、そこもいや確かにそれはそう 見た目だけだとそうだけども、日本の電気料金はドイツなんかと比べて3割も4割も高いじゃないかと、もっと未然にを切れと、で関電の社長なんか、社長とか取締役は1人平均5000万円で、多分社長会長は9000万円以上もらってるっていう、まあぐらいの水準ていうか、まあそれだけじゃないですけど、はい、もっと非効率は他のところにあるんですが、はい、でそれと燃料費をもっと安く買えるだろうという、またコストダウン、まあ最終的には発送電分離をしてもっと競争しろと、はい、そこは鍵ですよね、うん、戦えますよね、はい、でももっとさらに一番奥にあるのは、結局その日本の電力市場というのがこの地域独占、原子力と電力の独占と、この体制がこう従来の政官財学メディアが全てそれに寄生する、あと銀行ですね、はい、寄生する戦後のその壮大なるレジームの塊の中心にこの電力の独占、原子力っていうのがある、はい、でもそれをそこに置いたのは国の方針であって、アメリカの影響があるわけじゃないですか、そうです、そうです、だからそこを多分だからそこを全部電力会社のせいにする、はい、できないです、するメディアだったりもすごく良くないと思うんですね、うんうん、はい、そうなんです。例えば岩島の話も常に中電中電で出てきますけど、うん、その背後にはやっぱり国っていうのがあったわけであって、そこはすごく切なくなっちゃいますよね。だからそこをいわば本当に戦後レジームをひっくり返すのかひっくり返さないのかっていう、ある意味すごく壮大な本当分岐点なんですよね。ね、歴史的に見てもそれを、だからそこにまあ孫さん、はい、ソフトバンクの孫さんのような、まあ、ある種の大きなトリックスターとかこう入ってるわけで、はい、あるいはまあ楽天の三木谷さんとかも経団連だったりとか、はいはい、経団連、それから銀行、メガバンクで国の官僚もそこに全部へばりついてる分を、でも同じ官僚でも古賀さんとか改革派官僚も出てきているわけで、あるいは橋本さんもその国のシステムをぶち壊すという、まあ、本当にこれは戦国時代、いやもう明治維新に匹敵するレジームチェンジ の、はい、時代だなっていうことを、でもそれはそこまで認識してる人もまだ少ないと思うんですね、うん、そうですね、どうですか、それ、いや今のところまだですけど、徐々に広がりつつあるんじゃないかと、それはまずこの夏の原発なしで乗り切った後に、はい、そのあたりのこう岩盤がむき出しになってくると思いますね、もちろんその中にはみんなもうちょっと、はい、ね、節約するとかも含めて、はい、やっぱり物もどんどん作ればいい、うん、使えばいいっていう、うん、もうライフスタイルから変えていかなきゃいけないと思うんですね、本当にそういう新しいなんか時代が、まあ、ぜひ一緒に切り開いていきたいという感じですね、はい、まとめに向かう感じですか、はい、いやもう時間があと質問の時間をちょっと取らなきゃ、そうですか、はい、なんかあります？はい、なんかあります、ね、
この際だから信号つあ、来てないのツイッターからは。大きな質問だよね。来てる。何でしょう。調べてる。あ、見てなかった。いつものか。じゃあ4つほど来てるんですけど、はい、なぜ原発再稼働ありきなのか。国が。国がってことですね。それは今後半に探したね、まさにあの三層構造になってるという、その電気が確かに足りないというふうなことを口実にしつつ、電力会社はやっぱりキャッシュ、関西電力は今年2000億から3000億の赤字になりそうだという、その手元キャッシュの話が、電力会社では確かに切実で、でもその後ろは今の電力体制を守り抜かないと、その古いレジームが守れないっていう、あの経団連米倉さんのあの気が狂ったようなあの反応はもうそこになんか集約してるという、はい、僕質問してもいいですか。はい、あの多分若い人がこの変革の力になるというのは確かなことだと思うんですけども、あのまあ、 あの日本の若者って元気がないって最近、まあ、いつも言われているんですけども、そうですか。アメリカの若者が、あの元気のいい人は本当は個別にすごいたくさんいると僕は思ってるんですけども、はい、アメリカの若者とその日本の若者で何かこう近いところと違うところって何か肌の感覚としてあるところはありますか。そうですね、まあ一人にアメリカの若者といってもやっぱりアメリカっていうのはいろいろな人種と、まあ、移民、まあ、歴史的にもそうですし本当にバラエティが豊かなところだと思うんですね。だからみんなアメリカっていう場を求めて、まあ、勉強に来る人もいれば働きに来る人もいて、まあ、そういった中でそのいろいろな意見が混在しているのが当たり前っていうところが出発点ですから、まあ、その中で今すごくむき出しになってるね、格差とかすごくあるんですけど、そのピラミッド社会が、でも何でしょう、やっぱその個人のアイデンティティの話だったり、まあ、そのカルチャーの部分ではみんな寛容ですよね、まあ、自分の反対意見があることは当然自然なことだから議論を恐れないし、うん、あの議論をむしろ楽しむ部分もある、そういう余裕がある、うん、だけどもうちょっとあの日本みたいにその和を持ってっていう精神ですと、その異論が出ることでパニクるわけですよね、うん、それを抑えようっていう事前に未然に働いてしまうんです、そういう、うんうん、あの心配というかが、うん、そこはあのもうちょっと建設的にあの考えて、いろんな意見がある中で一番意見を取ろうっていう、本当に小さなことから大きなことまで、うん、そういうあの考え方が広まっていけばなって思いますね。だからあのなんでかっていうと、その日本人はすごく几帳面なので、仮に違う意見が出た時も、うん、最終的にはみんなが納得するまでは前に進めないだろうっていうふうに考えちゃうから、うん、その時間が膨大にかかるわけですね、何を決めるにも、うんうんうん、でもうちょっとあのコンセンサスの取り方にしても、あの前に進めていくっていう共同の目的がないと、うんうん、そのみんなの意見を取るってことがプライオリティになっちゃうと、うんうん、なかなかこの縁が進んでいかないんです、うん、もうちょっとフレキシブルにね、うん、やっていけばいいんじゃないかなって、うん、特に若い人たちにはそう思いますね。だから若い人たちは元気がないっていうんじゃなくて、そのいろいろ持ってても外に出すの遠慮してるっていう部分があると思うんですよ、うんうん、だから僕もアメリカ行ったのは中学校2年生の時ですね。あ、そうですか。それで本当に結構、まあ、今でも別に自分はアメリカではそんなうるさい方じゃないんですけど、うん、それでもやっぱり日本人はやっぱ自分はすごいシャイなんだなって再確認しまして、あ、それで、まあ、時間をかけてですね、うん、あのまあ、そういう表現とかそういうのを学んだわけですね、うんうん、それはみんなにその言って変わるようなあれじゃないんですけど、うんうん、あの少しでも自分が違うと思ったことは言ってみるとか、うんうん、あの自分と反対意見でも自分がいいと思ったとか褒めてみるだとか、うんうん、そういうところから工夫をねしていけたらなって思います、うんうんうん、は
はい、それがうまくね意見を取り込んだり協力をしたりっていうところのいいところだと思うんです、うんうん、まあ抽象的な話になりましたけど、いやいや大事なことですよね。はい、トーマークの方はなんか見つかった、いやドマ君自身の質問で、せっかく信号だアメリカで の, あの、まあ、脱原発の運動とかっていうのはどういう感じになってるんですか。はい、それはですね、まあ、皆さんもご存知の通り脱原発はやっぱり80年代とかに一度すごいあのスリーマイルのおかげで盛り上がったんですね、はい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 、でその時からあの活動されてる方っていうのも、うん、もちろん今も健在で、うんうん、そういうスペシャリストが、まあ、目を光らせてるというか、うん、いわゆるウォッチドッグっていうんですけど、うん、そういう監視してる人たちはたくさんいるんですね、うん、それで僕もアメリカで何回か上映会やって、うん、そういう専門家の方たちと話をしたりですね、実際そういう運動をしてたり、うん、ちょうどこの前も UCLA で鎌永さんの映画上映会した時に、まあ、ダニエル・ハッシュさんっていう、うん、昔から、うん、ジョン・ゴフマンとかスタン・グラさんとか知ってたような方が、うん、ちょうどそのサンディエゴで問題があったんですよ、うん、火災かなんかがサンディエゴのサーノ・ノーフレ原発 で、でその方も飛んでって、うん、その記者会見したりだとか、うん、なんか実際にどこだったかな、どっかの彼の働いてたキャンパスでも、うん、そういう放射性物質がずさんに管理されてて、それを彼が告発したいだとか、もうそういう大変なことがたくさんあったわけですよ、アメリカの中でもね、うん、実際知られてないだけで、だから一般的にその脱原発のムーブメントっていうのはアメリカではもう新しく作ってないですから、今は一応ジョージアに作るっていう話はあるんですけど、うん、まあ、実際に記憶には古くはないんですけど、うん、なんて言ったらいいですかね、だから今回の福島によってまたみんな気づいたところっていうのはたくさんあると思うんですね、うん、でもまだそこまで実感はないですから、うん、実際に福島で起きたことがアメリカではどう影響してるのかっていうのを、だからまあ見守ってる部分はあると思いますね、うん、だからそこでさっきの話になるんですよ、はい、その政策の部分もそうですけど、実際にその汚染のこととか被爆のこととかどうなってるんだっていうところで、関心のある人たちは、まあ、すごい聞きますよね、どうなってるんですかって、うんうん、だからそこで結構逆にちょっとセンセーショナルニュースばっかりが取り上げられて、うんうん、実はみんなバタバタ倒れてんじゃないかとか、うんうんうん、それは僕にも分かりようがないですけど、うんうんうん、すごくクエスチョンマークですね。そうですね。なんかそのあたりであれですね、まあ、例えば対照的な例で言うとスウェーデンで、この前彼が何だったっけな、あれと忘れちゃったな、スウェーデンで誰でしたっけ、この前来た放射線の疫学調査をした、あ、飛んでる、うん。で、スウェーデンって国民総背番号制なんですよ。で、全てのデータカルテとかも全部電子化されているので、うん、トンデルのやった疫学調査ってほぼ完璧なんですね、うん、で、それと比較をすると日本は最近なんかアーカイブス、日本はアーカイブスがないっていうことがすごく逆注目されてるんですけど、なんかしっかりとアーカイブを取る文化が全然なくて、だからこう福島なんかでも一人一人の個人データもバラバラであれば、うんうんうん、そのベースのデータもバラバラだし、しかも今回これだけの事故であれだけ放射能汚染されて、うん、まあ、労働者の人もそうですよね、現地に入ってその被爆の個人のトレースとかも、もう全くその取ろうという、一応部分的には取ろうとしてるのかな、でもなんかきちんとオーガナイズされた形で正確に取ろうという体制も意思もなんか枠もなくて、なんかそこは非常に日本にとってはというか日本の今の現状というかですね、これまでの現状はなかなか大変な状況だなというかですね、放射線の被爆だけじゃないんですけど、うん、まともなアーカイブされていないっていうかですね、うん、これはこれでまたなんか日本をなんか近代化していくための一つのなんか非常に大きなハードルだなと
まあ、それだけ問題点がですね、うん、浮き彫りになっている中で、うん、やっぱり問題提起をしている人だとか、うん、やっぱり頑張ってる人とか市民だったりとか、うん、たくさんいると思うんです、ね、メディアの中にも、うん、そういう人たちはどうやってつながっていけばいいと思いますか、ね、いやどうやってつながって、まあ本当に、まあ、実際にそういう実践している人たちもたくさんいるわけであってですね、はい、まあでも時間はかかるけど、まずは本当にまあ、一つにはしっかりとした部分的でもいいからローカルでもいいのできちんとしたその取り組みも含めてですね、目に見えるその形を作るというのは絶対必要ですよね、はいはいはい、まあ、それと、まあ、それはボトムアップというかその具体的なエグザンプションというかを作るというのと、あとはまあやっぱり全体盤面全体を見た時にもっとこれをしなきゃいけないという全体でのコンセンサス作りもしっかり、うん、まあ、ビジョンというか、うん、はい、やっていかないと、まあ、それも実証研究に基づいて、はいはい、欠けている部分を洗い出していくというかですね、まあ、そのトップダウンとボトムアップを繰り返していく作業をやっぱりどこ全ての分野でやっていかないと、まあ、なかなかしんどいなと。で、まあ、そういった中でその日本の研究者層がすごく、薄いというかですね、まあ、さっきもちょっとこれ前のミーティングで日本の地方大学の話題だったんですけど、地方大学じゃなくて中央大学も結構そうなんですが、まあ、本当にその実証的な研究をする、しかもそのグローバルな水準のナレッジをちゃんと持ちながら、うんうん、でもしっかりとした実証的な研究をする人っていうのが、まあ、少なくともこの環境エネルギーの分野では非常に少ないので、はいはい、まあ、そういうレベルのなんとかこう知識人層っていうのは厚みを持っていかないといけないなというところも、まあ、まあ、大きな課題としてはあると思うんですよね。じゃあきっとね、そういう興味を持っている学生さんたちもすごく増えたと思いますし、うん、はい、 ええ、まあ、そういう人たちは日本の中だけじゃなくて、はい、もっと外国でも学んだりとかするべきですよね。だから研究機関とか大学をもっと世界に開かれた、まあ、そこは大学の中 の、 その例えば研究者とか先生とかの生存競争としては厳しくなりますけど、はい、でもやっぱりそういうことをやっていかないといけないし、まあ、あと最近思うのは地方自治体とかあるいは国もそうなんですけど、日本の場合はこうシンクタンクとかコンサルをそのよく使うんですよね、はい、でそれよりはこうもっと地域の大学がにちゃんとこう長期的な研究をする形でのなんかこう委託関係をしっかり作った方が、まあ、もちろんこっちのクオリティも上げなきゃいけないんですけど、その方がその政策的な知識のナレッジが地域の中で蓄積できるので、はいはいはい、そこで研究者育成できますから。私が言ったスウェーデンのルンド大学ってことも、まあ、ルンドとかその南部地域 の、 その政策形成とかを、まあ、研究チームでワークなんか協力して作ったりとかですね、しているので、そういった部分で公的なお金でのナレッジ形成とかも、はいはいはい、本当はできる、はい、だそのね、体で言えば、やっぱ循環とか新陳代謝、ね、イコール命じゃないですか、はい、そうですね、まあ、それが滞ったとこかやっぱり死んでいくわけです、その組織が、うん、そうですね、それを促す促進していかなきゃいけないと思うんですね、うんうん、どん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 そうですね、それはみんな分かってると思うんですよ、それ技術とか一つ取ってもそうじゃないですか、うんうん、遅れていくもやっぱりどんどん、うん、もう目に見えて落ちていくわけです、そうですね、競争力とか、うん、そういう部分で、うん、どんどん、ね、やっぱり滞らないように、そうですね、だ例えば僕も、まあ、レポートまとめたってボードで言わせてもらいましたけど、うんうん、まあ、自分はいろんなところの公共の図書館に行ってですね、うんうん、アメリカのワシントンでも議会図書館とか誰でも入れるんですよ、うんうんうん、誰でも、うん、でそこで読める本とか、うん、もうとんでもない内容がたくさん書いてあるんですよ、60年代70年代80年代90年代、もうなんでこんなのね、その辺の、うん、日本のジャーナリストも読みに来ないのかなってすごく不思議に思うんですね、うんうん、こういうことを知らずして
あのね、程度の問題、うん、シーベルトはうんだって言ってても、うん、本当拉致が開かないって思う部分もあるわけですよ、うん、だからそういうのも含めて、まあ、自分はそのメッセージとしてね、うんまあ、こういう議論もあるんですけれど、うん、最終的にはやっぱりそのた、まあ、例えば被爆の例をとっても自分の免疫っていうのが、うん、そこがファイナルアンサーだから、ね、人に答えを、うん、あの求めないことって思うんですね、うん、だその法律にせよ、うん、あの基準値にせよ、うん、誰かに答えを求めるんじゃなくて、でもそれはあのエネルギーの政策に関してもやっぱ誰かの答えを待つんじゃなくて、うん、あのもう少し自分の身の回りな自分の身の回り、自分の町からっていう答えを先に出してもいいと思うんですよね、うんうんうん、あのたとえそれがビジョンであっても、うん、いやもうそういったところから変えていかないと、なんかよそとか特に東京とか中央が変えてくれるわけではないし、むしろ変わらないので、はい、ね、なんか小さなところでも変えてそれが現実になると、それはもう現実の力として周りにまた影響を与えていきますね、はい、バーッと、ね、いくと思うんですけどね、うんうん、まあぜひ、あ、ちょうど時間になりましたので、はい、非常に楽しい夢のあるお話をさせていただき、どうもありがとうございました。いや、またよろしくお願いします。はい、どうも。